ポルトガルの市場フィンランド、クオピオのクオピオマーケットホールの内部シンガポールの市場インドネシアの市場の肉売り場韓国の市場。トマトは果物という認識があり、トマトが果物コーナーで販売されている。韓国の市場で売られている魚市場とは定期的に人が集まり商いを行う場所、あるいはこの市場における取引機構に類似した社会機構の概念を指す。し 市場とも言う。市場は商人が仕切りを設置し、買い手が商品を求める広場であり、取引の場である。この種の市場は非常に古く無数の市場が世界中で運営されている。主に野菜、果物、魚介類などの生鮮食品や株式や債券など証券、為替などの金融取引の場を指すことが多い。証券、為替など、 金融関係では、市場と読まれる。また、施設の名称も、市場となっているところも多い。日本語における、市あるいは、市場という語は、中国の駅境刑事下殿にある新能の伝説、日中試し、松室殿下の民、厚武殿下の財、交易自体、獲得そのところに由来するとも言われている。古代中国では、 館長のある都市の特定の区域以外での商売は禁じられており、そこを死と称した。英語のマーケットはラテン語で飽きないするを意味するマーカリが語源とされる。グリアスンは沈黙交易の研究を通して市場の成立について以下のような類型を示唆した。姿を見せぬ交易姿を見せる交易客人の詳細姿を見せる仲介者好きの 公益集積所中立的な公益武装市場、低市場クリアスンは人間集団は平和に交流できる中立的な場所として市場を定義した。また市場の存在によって特定の場所に平和が保存されそれが市場への道や人物にも広がることでさらに平和の範囲が進展すると述べた。カールポランニーは市場制度が発達する起源として対外市場と 地域市場の二つを挙げる。対外市場は貿易など共同体の外部からの財の獲得に関係し、地域市場は共同体での食料の分配に関係する。地域市場はさらに二つの形態に分かれる。第一は物資を中央に集めて分配する形態で考え方の国家に顕著に見られる。第二は 地域の食料を販売する形態で古代ギリシアの小農経済や総林型経済に顕著なものとなる。シュメールやバビロニアでは食物をはじめとする必需品を貯蔵し、宮殿や都市の門において分配した。また、ペルシア語のバザールにあたる市場では手工業品の販売を行った。地域市場とは別に対外用の貿易が行われていたが、対外市場は存在しなかった。 このためキュロス2世はギリシア人の市場制度を理解せず非難した。やがて考え方国家の分配制度が衰えてイスラームの商業が浸透するとバザールは地域の食料市場も兼ねるようになった。古代ギリシアのポリスにおいては集会に用いる広場であるアゴラが市場としても用いられた。地域市場と対外市場が分かれており地域市場にはアゴラ、 対外市場にはエンポリウムが存在した。エンポリウムでは遠征した軍隊のために補給や戦利品の処分を行った。メソポタミアやエジプトのように広大な灌漑農地を持たないギリシアは穀物確保が重要であり、価格が変動する初の国際市場としてアレクサンドロス3世の家臣であるナウクラティスのクレオメネスが運営した。 穀物市場も存在した。古代ローマはギリシアのアゴラの制度をフォルムとして引き継ぎ、エンポリウムは商品を積み替える場所の名称としても用いた。当の時代に市政の整備が進み、商業は厳しく管理された。市席に登録された者が取引を行い、市席人は商品の種類ごとに区画が決められて、業という同業組合に属するよう定められてしまった。 長安では、東西、洛陽では、南北西に市が置かれており、各地からの行商人は、市赤人を通じて、取引を行った。貿易が行われる都市には、市令市進むという役人がいた。統制が緩むにつれて、往来の多い地域に、挙市という市場も開かれて、日用品を扱うようになった。その他に、経済的用地を守る。 チンという軍のもとに発展したチーシ、チン氏寺院の前に開かれる病種などがあった。アラビア語で、スーク、ペルシア語で、バザールと呼ぶ市場が開かれた。当初は、キャラワンの到着などに合わせて市が開くたびに店舗を設置していたが、やがて常設店舗が現れた。アッパース町の都市では、新月の日に定期市が開かれ、これに、祭礼ごとの市も加わり、 多様な市場によって商業が盛んになった。大都市では各地の商人が集まる大市場と外区の小市場に分かれ、小売商は職種ごとに同じ地区で店を開いた。市場の治安を維持するためにムフタ市部と呼ばれる監督官が不正を取り締まった。ローマ帝国以来の諸都市や城、修道院で市が開かれ、北ヨーロッパにはビクと呼ばれる公益地があった。 イングランドをはじめ北ヨーロッパでは、マーケットタウンが建設され、地域の市場が開かれた。定期市としては、サンドニ修道院の市や、スターブリッジの市などの国際的な年一や、10人組の民会に伴う週一などが存在した。十字軍以降は、南北の交流が盛んになり、中でもシャンパーニュの大市は大規模なものだった。中世の市場の情景。ヨアキムビューカラー作。 1560年頃にヨーロッパでは初期の市場は修道院、城、王宮の近くで発展した。修道院や貴族は物とサービスの両方に対するかなりの需要を社主品も必需品も生み出し商人や仲介業者にもある程度の保護を提供した。これらの公益の中心地は売り手を引きつけた。1086年のドゥームズデイブックには イングランドの50の市場が記載されているが、多くの歴史家は、この数字が当時の実際の市場の数よりも過小だと考えている。イングランドでは、1200年から1349年の間に約2000の新しい市場が設立された。1516年、イングランドには約2464の市場と2767の見本市があり、 ウェールズには138の市場と166の日本市があった。12世紀からイングランド王は町や村の市場や日本市を設立するため地元の領主に特許状を与えた。特許状は年貢と引き換えに町の取引の特権を認めた。特定の開催日を特許された市場があると近隣のライバルの市場は同じ日には開催できなかった。 日本史は普通は年次開催であり、おおむね地域の祭典と関連していた。日本史は高価な商品を扱い、一方、毎週、または各州で開催される市場は生鮮品や必需品を主に扱っていた。日本史の主な目的は公益だったが、通常はダンスや音楽や試合といった娯楽要素も含まれていた。市場の数が増え、 開催される町同士は、競合をされるためにある程度の距離をとっていたが、それでも地元の生産者が、おおむね日帰りできる程度の距離のものだった。一部の英国の野外市場は、12世紀から、継続的に開催されているものもある。大量機が立ち並ぶ、シワスの魚の棚日本では7世紀には、アスカのツバイチや、カルノイチ、カワチのエガノシやアトソウシなどに一種の統制市場が、 あったことが日本初期の記の述かからわかるまた、風土記からは、日立国高浜や出雲国瀬戸の渡しのような漁民や農民が往来する場所や交通の要所で、貨幣発行以前から市が成立していたことがわかる。古代国家においては、中国の制度を参考にしつつ、大法律令の積指令によって市政を整備した。都には、東西市が設置されて、 一の塚さという監督官庁が置かれ、藤原系、平城系、南馬系、長岡京、平安系などに、官営の東西市が運営された。この統制市場は、正午に開き、日没に閉じ、品物の価格は、一の塚さが決定した。また商業施設だけではなく、功のあるものを表彰したり、罪を犯したものを公開で罰する場所としても、使用された。当初は、 特定区域外での商業は禁じられていたが、律令制の主観とともに、交通の要所など人が集まる場所に定期市が形成されるようになった。近畿地方を中心として、省園では地方市場が生まれ、行商人が活動した。定期市の立つ日としては、八の日が多く、三歳市が多い。一日が八の日であれば、8.1828日に市が立つ。 市を開く時間によって、朝市夜店、夜市、夕市などと呼ばれた。15から16世紀には、月6回の六歳市が生まれる。日本でも、最も南方に位置する石垣市公設市場関西の東西市は、律令国家と共に衰退し、地人の中から、卸売商を行う者が現れ、豚屋集合による卸売市場が生まれる。これ技を形成したが、 16世紀以降の楽市、楽座によって座は解体され、城下町の中央市場と各地の住民のための小売市場に分かれてゆく。中央市場に問屋が集まる一方、小売市場では、振り売りの位置、出売り、立ち売りなどが見られた。近世においては、問屋商人による卸売市場が栄え、特に領主に後押しされた雇用市場において、排他的独占が生じた。 これにより在方や町方の市場は、金圧を受ける。一方、御用市場のための納付は、仲買や一般の買い手である住民の負担となった。古い市としては、五条目、横手、厚見、陸前高田、大滝、勝浦、高山、輪島、鈴、越前大野などが、江戸時代まで遡る。また、三重県四日市市や旧、滋賀県八日市市、 広島県八日市市、旧、千葉県八日市橋などの名称に、昔の名残が見える。東京都中央卸売市場火災市場日本では、政令で定める、農畜水産物を現実空間で競売取引する、場を、卸売市場法によって規定している。同法では、国すなわち、農林水産大臣が認可、監督をする、中央卸売市場と、地方すなわち、 都道府県知事が認可、監督をする地方卸修理市場等を規定している。解説者となれるのは、中央卸修理市場の場合は、都道府県人口20万人以上の市、またはこれらが加入する一部事務組合もしくは、広域連合すなわち、一定規模以上の地方公共団体に限定されるが、地方卸修理市場の場合は、自治体、民間企業、組合、 第3セクターいずれでも良い。2011年3月31日に策定された第9次中央卸売市場整備計画により、大規模なものは拠点市場に規定することになり、大規模な中央卸売市場は中央拠点市場、大規模な地方卸売市場は地域拠点市場に分類されている。公設の小売市場は1918年4月15日に、 大阪府に開設された大阪施設小売市場が最小とされる。現在、小売市場は小売商業調整特別措置法によって規定されており、同法施行令によって小売市場の規制を行う都市や品目が指定されている。小売市場が多数存在する大阪府では小売市場の施設名は市場、専門店、ショップ、マーケット、ショッピングセンター、 デパートなどとなっており、名称のみで他の商業施設業態との際は認識しづらい現状である。市場は人々が交換を可能にするメカニズムで、通常は受給に関する理論によって支配されている。単一の商品が交換される、特定化された市場と抽象的な市場との両方が存在する。卸売市場のように物理的に場が存在し、実際に セリ人が需要者と供給者の間を取り持つ場合と、一般的な財、サービスの価格決定のようにセリ人が存在せず、市場が物理的に存在しない場合がある。経済学的には、後者の場合も、抽象的に市場が存在しているものとして捉える。物理的に存在していなくても、市場と呼ぶのは、それぞれの交換取引が、 他の交換取引と関係しているからである。例えば、チョコレートを買う際にある店の価格が低くて、そちらに客が集まると、客が減った店は価格を下げる必要が生じる。このように物理的に連携していなくても、経済的に影響し同調する状況は、市場と呼べる。この意味では、マーケットという場合も多い。影響し合う範囲を切り分ける場合は、日本の自動車市場や、 中国の大豆市場というようにも呼ばれる。各国の国民経済の連携が強まっている。昨今は世界市場や全球市場といった使われ方もある。多くの興味を持つ売り手を一つの場所に置くことで市場が働いて、それらを予期される買い手に有利に評決しやすくなる。資源を割り付けるために主に買い手と売り手の間の相互作用に依存する経済は、 市場経済として知られており、統制経済や贈り物に基づく、非市場経済とは対照的であるとされる。ありがとうございます。